どうも山田です。人生の中で一度でいいのでバードウォッチングをしたことがある方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。僕ですね、すごいちっちゃい頃ですよね、ボーイスカウトってあるじゃないですか、あれねちょっとやってたんですよ。でそれの流れでなんかキャンプしたりだとか、あとはまあそのこう山登りみたいなやつをですね、小学生ぐらいまでかなやっておりまして、その時にですね人生で初めてバードウォッチングやったんですけどね、あれ意外と楽しいですね。ね、みんなでこうやって双眼鏡のどっかいないかなーみたいなやつやるのがね、当時すごいねワクワクしてたイメージがあります。なんかそういう自然体験みたいなのでこういうの楽しかったよみたいなのがある方よかったらコメント欄で教えてください。ということでですね、バード、鳥のポケモンいろいろいますが、御三家にもいますよね。はい、そうです、モクロですね。はい、今回はですね、モクロのコミュニティデーが発表されましたので、それについてねちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。御三家のコミュニティデーっていうのはですね、基本的にはねルーティーンになっておりまして、古い世代からちょっとずつこう解放されて、その時に色違いドンと取れますよみたいな感じになるんですけれども、まあモクロということでですね、もうアローラなんですね。アローラ地方、まあなんか最近はもう翡翠のイメージがモクロについてる方もいらっしゃるとは思うんですけれどもね、そんな、今回はですね、まあモクロちゃんがですね、ゲットを1月にできますので、でね、今回ねモクロね、御三家限定技以外にもですねちょっと発表されたものがございますので、それのお話もしていこうと思います。ということで、来年1月に開催のコミュデーの詳細についてやっていきましょう。はい、それではゲームイズのページを見ながらお話し進めていこうと思います。1月コミでモクロ特別な技とボーナスということでね、まずは日程なんですけれども、こちら1月の6日です。はい、1月6日の14時から17時と放っております。対象ポケモンはまあモクロですね。はい、モクロこう森林地帯にね一匹一匹と、ね、いてね可愛らしいですね。で今回のですねモクロコミュニティデイですよね、色違いが初実装となりますね。でね、モクロのね色違いね、僕なんかで見たんだよな、ちょっと緑がかるんですよね。まあもともとちょっとねここの蝶ネクタイが緑っぽいんですけども、なんかちょっと黄緑みたいなにちょっと近いのかな、によった緑みたいな感じにね若干なりますねと。はい、まあモクロからのですね最終進化のジュナイパーまでですね色違い今回ちょっとね、用意したいですね。で従来のね御三家のコミュニティデイ同様にですね、御三家限定技というのが今回解禁となります。ジュナイパーですよねがハードプラントですね。はい、こちらを覚えます。草タイプのですね中でもトップクラスの火力を誇る技ですね。ということで、まあ、ジュナイパー自身が、まあ、今回ですね、まあ、この技が入ることによって強化されたというふうに言えます。コミュニティデー自体は17時で終わるのですが、ハードプラントの習得は22時まで可能です。なので、このコミュデーですよねが終わった後にですね17時以降に、自分の手持ちのですね高個体値の、目録これを進化させてあげて、ジュナイパーにすると、もしくはフレンドさんとね、お互いちょっと個体値の低いやつらワーッとトレードし合って、その中でさらにこう個体値ってもう一回再抽選されますので、で強いやつを進化させるとかっていうのをね、当日やっておきましょう。でこのパターンね今までもちょこちょこあったんですけれども、このコミュニティデイに合わせて、コミュデー限定技以外ですよねっていうのも、そのポケモン、まあ、今回だったジュナイパーですよね、解禁されます。ジュナイパーがですね影縫いですね、を習得できるようになります。でこっちはですねコミュデーが終わった後ずっとできます。はい、これハードプラントと影縫いの違いはですね、ハードプラントはコミュデー当日の14時から22時ですねの間しか覚えられません。それ以外の時間で覚えようと思うとすごい技マシンスペシャルが必要です。ただし影縫いに関してはコミュデーから普通に習得ができるようになりますので、22時以降も覚えることが可能です。この点をですね覚えておいてください。で今回のこの影縫いなんですけれども、まずゴーストタイプの技でジムレイドバトルだと70ゲージ、70威力か。で、トレーナーバトルだと50。で、一定確率で相手ポケモンの防御を下げる技という風になっております。で、まあ、あとはいつも通りですね、限定フィールドリサーチ、タスクですよね、がありますので、砂とかモクロの捕獲とかに使えますよ、ということで、まあ、ポケストップでガンガン回していきましょうね。で、今回のコミュニティデイのですね、一番大きいボーナスはですね、捕獲時の星の砂が3倍となります。はい。これね、マジでありがとう。これね、このボーナスを見て、あ、
今からできる準備があることを気がついたトレーナーさんいらっしゃいますか？はい、その方はですね、ポケモン GO の上級者ですね。はい、今この動画撮っているタイミングがですね、ウィンターイベントですね。はい、これのパート1パート2の今パート1中なんですよ。で、このウィンターイベントと今回のこの1月のコミュニティデーの相性が最高なんです。はい、ウィンターイベントを十分にやって、ここで準備、とある準備をして、ここのコミュニティデーに臨むというのがですね、もう最高の立ち回りなんです。どういうことかというとですね、捕獲時の星の砂3倍、これ目録である必要ないんですよ。どんなポケモンを捕獲しても、そのポケモンから得られる星の砂が3倍になるんです。ということはですね、今のこのウィンターイベントのパート1ですよね。で、シェルダーとデリバード、この2匹のポケモンがタスクとして今入手できるんですけども、この2匹が星の砂いっぱいくれる族なんですよ。つまりですね、今回僕、このウィンターイベントの動画を撮ってる時に、皆さんと、ストックしましょうと。うん、シェルダーとデリバード、これ今回捕まえてもいいですと、捕まえてもいいんですが、星の砂いっぱいくれるイベントの時のためにいっぱいストックしておきましょうねって話をしたんですね。で、3倍。激アツです。今2倍なんですよ。まあ、リサーチの報酬として、自分でセンター星の砂2倍を選ぶと今2倍にできるんですけども、それを超える3倍がもう来ちゃうことが判明したんですよ。しかも1ヶ月以内なんです。ということで皆様、今日この動画を見てからやるべき準備なんですけども、シェルダーとデリバードをストックしてください。このストックをですね、100匹まではストックできるんですよ。これ超えるとですね、消えてっちゃうんですけども、まずはだから手持ちのこのタスクですよね、空っぽにして、そこにシェルダーとデリバードをギチギチに詰めちゃうと。これをやると1月の6日このポケモンたちをドゥワーと消化することで大量の砂がゲットできます。もちろんですね、まあもうそれよりも目録が欲しいと、目録1匹でも捕獲したいという方もいらっしゃると思いますので、これマストではないんですけども、砂に困っているという方はですね、この方法、この、まあ今1月にやれるよと、こういう方法や取れるよということだけは覚えておいてもいいのではないでしょうか。ちなみになんですが、今回入手できるシェルダーがですね、デフォルトで1000なんですね。で、この1000が捕獲時の、が3倍になっちゃうとですね、まず3000になるんですよ。で、この3000の時に星のかけら、星の砂が 1.5 倍になるやつを使うとですね、まあ、4500になっちゃうんですよね。つまりシェルダーだけで100匹集めた場合ですね、45万の砂が手に入ります。で、天気ブーストが乗っかると、さらにそこに砂が追加で入ります。で、これデリバードの方はね、実は500なんですよ。だから理想はシェルダーですね。まあでもシェルダーだけ集めるっていうのはなかなか大変なので、もちろんデリバードも混ざってもいいと思います。あとはいつも通りのボーナスですね。アメが2倍とか XL の入手確率が2倍だったりとか、おこうとも、ルアーモジュールの効果時間が3時間に延長されますよと、あとはゴースナップショット、これ結構忘れがちだと思うんですよね。ゴースナップショットのサプライズがあるので、1日5回までね、目録が映り込みますんで、あまり今目録いないな、脇結構ゲットしちゃったなという時はですね、もうこれパシャッと取ってね、出しましょう。あとは交換ボーナスとして特別な交換が2回までできるのと、星の砂が半分ですね、となっております。ここもね、フレンドさんとねポケ活して、ちょっと有効活用しておきましょう。今回のステッカーめちゃくちゃ可愛いな。目録ってやっぱ可愛いんだよな。デザインが好きなんだよ、目録。なんかね、進化しない状態、進化前、一番最初の携帯の可愛さで言うと、結構僕ね、御三家上位に入ってくる、個人的には。うん。いやー、ちょっとこのステッカーは、ちょっと買っちゃおうかな。ちょっと集めようかなと思います。いつも通り、あと有料のスペシャルリサーチもございますね。で、アディショナルレイドが、今回はね、新規の、コミュニティデイなのでございます。コミュデー終了の17時ですよね、のタイミングから22時までですよね。星4レイドとして、複数ローが、レイドバトルに出てきますと。で、これを、倒すとですね、倒した瞬間から30分間、そのジムの、周辺でですね、目録が出てきて、で、かつ、この目録は、コミュニティの、時間内と同じく色違いが出やすいというふうになっております。で、このアディショナルレイドで、出てくるですね、複数ローに関しては、リモートレイドパスは使えませんので、ご注意ください。
はい、ということで、目録コミュニティデイなんですけれども、まあ、単純に目録ね、まあ、僕も、結構好き、普通に、サンムーンの、やっぱ、御三家として好きっていう気持ちもあるんですけれども、翡翠地方ですよね。はい。こちらで、やっぱり、もう一回、こう、なんていうんですか、注目を浴びて、しかも、その、進化後ですよね、ジュナイパーの姿が変わったっていう、翡翠ジュナイパーっていう新しい姿がね、追加になりました。したので、なんかそこでもね、さらに好きになった方っていうのはいるのかなというふうに思います。で、今のシーズンってね、翡翠地方のね、ポケモンが結構ピックアップされているので、これ1月にこの目録が来て、で、翡翠のジュナイパーピックアップもなんか普通に来そうですよね。翡翠大元気、これはね、ついこの間、まあ、結構ピックアップされて、レイドデイっていう形でね、実装されたので、もしかしたら1月に普通に来るかもしんないですね。翡翠のジュナイパーレイドデイっていうのは、なんか来てもおかしくないんじゃないかなと、今回ね、これイベントの発表を見て思いましたよと。はい。まあ、何はともあれですね、皆様、ボックス整理をですね、まあ、年末年始のちょっと時間があるタイミングでやりまして、で、6日のこのイベントに向けてですね、ちょっと余裕を持たせておきましょう。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。